一番古い記憶はいつになるだろう。僕は君をずっと見つめていた。次は俺がもっといいのを作ってやるよ。ありがとう。目を閉じてみれば聞こえる。自分が冴えない男だというのは分かってる。彼女が好きなのは僕じゃない。ただ咲と一緒にいたい。そんなこと気にすんなよ。幼馴染なんだから。都内で大規模な爆発事故が起こりました。警察は容疑者の男を指名。タケル君が犯人なの？君のそばにいるわけを、ここにいるわけを、問いかけて迷ってはさまよって。好きだったの。大好きだった。これ以上知らない方がいい。子供扱いしないで。二つのうち一つを選べ。僕は咲ちゃんのこと。タケル君、これからどうしよう？もしよかったら一緒にどこか行きませんか？